じゃあちょっと行ってみる。いやまあ冷水の洞窟行っても意味ないからサマディ地方に向かいますか。おお前らお祭り騒ぎだな。ああぶつかっちゃった。あこいつらも戦ってくれんだ。まあさすがにちょっと結構初期。おドロップキック、お前さっきの戦闘それ使えよ。にぎやかにぎやか。面白いな。おなんだこいつ、どうしたお前。眠れない。イソム、私は旅の神父です。命の大地が落ちて悩み苦しんでいる人々を各地で救う旅をしております。しかし私一人の力では限界があり、最近は救えなかった人々の声が頭に響いて眠ることもできません。これでは人々を救う旅もままなりません。せめて少しでも眠ることができれば。幼い頃眠れない夜に祖母が作ってくれたホットミルクさえ飲める。お前絶対これあれじゃん。あ待って、あごめんちょっと読み飛ばしちゃった。ああ幼い頃に祖母が作ってくれたホットミルクを飲めば眠れるはず。眠れればまた人々を救う旅ができます。ただ祖母のホットミルクを再現するには喋れる牛から出る特別なミルクが必要でして、喋れる牛はこの近くにもいるのですが、あいにく世界崩壊の影響で元気をなくしたら今ミルクが出ないとのこと。私では牛を元気づけられませんでしたが、民芸人なんとなく可能かもしれません。やっていただけませんか。わかしなさい。旅芸人って牛すらも元気にできるの。こいつっすよね。元気がないのお前牛。もうなんだか気分は雨模様、天気予報大外れ、元気が出なくて海に雲出ない。もう姉さん足は故郷で牛を飼っていまして、元気がない時はダンスで腕で励ましてやるとたちまち牛が。こいつも元気がない牛でガスが、同じ牛ならもしかすると元気づけますか。はい。そういうことなら任せて、私たちのダンスで元気づけてあげるわ。どんの、え何すんの。さあみんな最高のパフォーマンスで牛を元気いっぱいにしてあげましょう。はい。パフォーマンス見れねえのかよ。つんとこポンじゃねえよ。なんだか元気が出てきた。もうこの辺りで晴れが戻ってきたそうだ。もうやまない雨はないんだ。もうありがとう愉快な旅人さん、これはお礼だもんってこと。おお雨のちミルク。なんだそれ。おお、これが眠れない神父さんの言ってた喋れる牛の特別なミルクガスね。早速あの神父さんに渡していきましょう。おおシルビア早速元気にしてんな。喋れる牛から出る特別なミルク、よし。まあでもこの牛はちょっとホットミルクじゃないけどな。お前一回レンジでチンしなきゃダメぞお前。これで、神父に雨の導きを渡すと。これぞまさしく求めてたミルク、ありがとうございます。旅の方、これでホットミルクを飲めることができます。しかしこれを飲んだとしても私はのうのうと寝てしまって言うのだろうか。少なく悩みすぎる、悩みすぎ。はい、そこまでよ。あなたは頑張ったわ。自分を責めるのはそれぐらいにしなさい。他人を救うためにはまずもっと自分を大切にして生きなきゃダメよ。説教入ってそうですか、今何かが分かった気がします。もしかすると私は人々のためだけではなく、誰かを救えなかった負い目から逃れるために自分を追い込んでいたのかもしれません。私はそれを指摘されるのをずっと待っていたのかもしれません。本当にありがとう。なんか深い話になって。礼には及ばないわ。ホットミルクを飲んでゆっくりしなさい。私がついてるのは安心しなさい。シルビアたちが見守る中、神父は穏やかな顔で眠りに落ちていった。お夜が明けた。不思議なイベントだな。久々にぐっすりと眠れました。それで朝起きて、実はここに決めたことがあるんです。あなたと一緒にいれば今度こそ本当に悩める人々を救うことができる、そんな気がしてならないのです。どうかあなたのために私こうやって人増やしていく感じ。分かったわ神父ちゃん、私もできることは手伝うから悩める人々を一緒に救いましょう。ありがとうございます。私も全力。あ仲間が加わった。なるほど、こうやってにぎやかしを増やしていく旅なのか。なんか増えてない道具。あ、さっきアリスちゃんが持ってたやつか。増えてるし神父も。これちょっとあれじゃね、だいぶ見えてきたけど、これ人がジョンだってどんどん増えていくんじゃね。だからその辺に逆に言うと、なんか仲間にできそうな人を探せばいいんじゃね。まあでもこういうちょっとやらしいところにはいないか。ちゃんとこう通り道にいる感じだとは思うけどね。そういう感じね。でこうやって人をどんどん増やしていって、世界中を元気にしていくわんっていうことなのかな。 OKOK。 あセーブポイントもあるな、キャンプ久しぶりの。よし、ちょっとセーブしていきましょう。あら一人ぼっちじゃなと思ったらちゃんといる。お前ら仲良くなっちゃってるし。よし、しっか
かりと休息を取っていこう。思いのほかサイドストーリーが長いっていうね。なんかなんとなくダハルーネの街のね、あのこいつらをやっつけて、でなんだ仲間になった時点でじゃあ行くわよっつってだから暗転して真っ暗いところに白い文字でそうしてシルビア一行は、旅に出るのだったっつって次の人の次の人のっていうか、違う仲間のサイドストーリーにね移るもんだと思ってたから本当面白いね。これはこれは旅の方の記憶なものがひしめく中よくぞここまでたどり着いたな。この先はサマディ OK。 おっ仲間になりそう。パンチョ。あ、あなたはもしかして旅芸人のシルビアさんじゃないですか。そうだけど、あなたは？うわぁ、お会いできて怖いっす。おいらサマディのソーコス。そうだ、サマディといえばね、シルビアが前活躍してから結構シルビアの名前も通ってるはず。おいらサマディのサーカスに入ったばかりの新米団員なんすよ。この前のシルビアさんのステージを見た後、あなたみたいになりたいと思ってサーカス団に入団したっす。ほうほうほう。あら嬉しいわ、ありがとう。でもサーカスの台座はこのところでどうかしたの？確かに実はこの同時世でおいらたちのサーカス団は今度の公演を最後に休業。サマディマジでせめて最後の公演くらいドアでに行こうってサーカスの団長が生かした傾向を立てたものの肝心の出演者が足りなくってこのままじゃ公演を開くこともできねえ。だからおいらは公演出てくる助っ人を払う探しに来たぞ。もう目の前にいるいっぱいいる賑やかしもほら含めてほら見てこれお前ら人が話して真面目な話をしている後ろで何やってんだよお前。賑やかしにも程があるだろ。ちょっと面白いか困るにしとこうか。でも全然見つからなくて途方に暮れてるところにシルビアさん、あなたが来てくれた。失礼を承知でお願いしたいっす。サーカスを燃える助っ人としておいらたちに協力してくれないっすか。もっちの論よ。うわありがとうございます。シルビアさんが力を貸してくれるなら最後の公演は大成功間違いないっす。それで早速なんですが、サーカスに出てもらう以外にもシルビアさんにお願いがあるっす。お前ちょっといろいろ言いすぎじゃね。出るだけでも十分じゃん。団長の計画通りに公演を盛り上げるため、人を元気にできそうな男の人をあと2人サーカスに。十分こんだけ元気いっぱいのおじさんたちいれば十分だろお前。もうこの辺りにはそれらしい人はいないし、たくさん人がいるサマディ城かもしれない。ヒントありがとう。俺らが誘った時は答えられてしまったけど、スーパーストーンのシルビアさんを誘えなら街の人もきっと乗ってくれるはずっすよ。それじゃあ俺らとじゃあ一人じゃあ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 了解了解。準備ができたら俺らに声をかけてねということで、そういうイベントね。わかった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 よ。あれこいつ目光ってね。あれなんか目光ってね。このキメラ、あキメラ今日キメラの強化版、世界が闇に落ちて強くなってしまったキメラ。燃え盛るかい。あら、おお嬉しい。これいい仲間たちだな。ほら、キメラ強だって怖っ。あそういうのがその辺にはびこってんのね。弱い魔物に紛れて強が混じってんのね。あこれさまよう鎧強じゃねしたらかっこいい。えかっこいい。パチンつってわーちょさまよう鎧強かっこいい。赤い方がなんかなんだろうかっこいい。いやもう語弊力のなさ。あらもう強っ。お前なかなかやるな。ほらドロップキック。あちょっとなんかシルビアを集中攻撃してくる。あら強い。お癒しそう。あアリスちゃんありがとう。よっしゃあらオッケー。あなんか人がいる。お前も仲間にできるやつではないのか。でもサマディ城下町って言ってたもんな。私は各地を旅する義勇詩人です。このような時だからこそ私の自慢の手で人々を勇気づけたかったのですが、先ほど奇妙なリズムを刻む魔物たちに囲まれ強引に打たされた挙句散々酷評されてすっかり心が折れた。魔物もチクチク来るな。その魔物たちにはサマディ地方の南の方で襲われました。私はもう故郷に帰ります。あなた方も気をつけた方がいい。サマディ地方の南の方、えぜひお手合わせ願いたい。わこの辺にも普通にあの何つったっけこいつワイバーンドッグみたいなやつ歩いてるんだ。
これもしかしてワイバーンドッグ今日ではないのか、目が赤くないもんね。サマディ地方の南の方にその嫌なチクチクしてくるやつがいる。ちょっと探してみようかな。お、なんか見てるよ。あ、え、あ、あ、こいつらか。めっちゃ見てるやん。ランス、タミナコだ、助けてくれ。いやー、襲われてるし。そうね、あってどうしてですか。あそこを見てくれ。わわわわわ、女子供がかわいそう。ヒュ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 。私はソルチクの町から来た騎士でな、命の大事が地に落ち人々が苦しんでると聞き使命感に駆られて旅に出たはいいが、いざ人助けをしようにも間のも前に恐怖で足が、お前騎士道精神習ったんじゃねえのかお前よ。旅の方を助けない足が私に変わったの。しょうがねえな、私に任せなさい。魔物を倒してあの世かを助けてあげるわ。ありがとう、なんて勇敢な方なんだ。私はとにかく足が動かなくて情けない声待機して、何のために騎士道精神を学んできた。おいてめえら、大丈夫かいお姉さん。旅の途中で飲むで大丈夫、助けてくださいちょっと。俺てめえこら堪忍しろってだ。やめんのかちゃん、そこまでよ、解放しなさい親子を。でもこいつらも強いんじゃない。今日だよね、ダンスニードル今日。まあ普通に多分バギマとか使うよりも攻撃した方がいいんだろうな。おら、うわぁ、誘う男、誘われてんじゃねえよ、ワン、ツー、スリーって痛いよやん。よし、アルちゃん行け。おーおーおー、強い。ちょ、攻撃力上げるやつやって。攻撃力上げるやつやって、早く。お、こいつなかなかやるんだよな。お、あ、眠らせる。なかなかやるな。眠らせてないやつを。攻撃力上げて。攻撃力上げるやつ、早く攻撃力上げて。あ、姉さん、いやしそう。早く攻撃力上げろよ。あいつめちゃくちゃ遅えな。オッケーオッケー、それそれ、それを待ってた。よし、これで攻撃力アップ。お、強い。マジデニスいい。いい働きする。奥のやつ。おら。あ、起きちゃったやん。やべえ。よいしょ。OK。いや、アリスちゃん強い。うわうわうわ。よいしょ、これで2段階アップ。おー、やるね。おら、これでしまいだ。ふぅ。なかなかこいつらいい味方なんだけど。よし、ダンスニードルやっつけ。おう、おう、お子ちゃまもにっこり笑顔で可愛らしい。旅の途中で魔物たちに出会ってしまい、もうダメかと思いましたわ。本当にありがとうございました。助けてくれてありがとうね。それじゃバイバイ。ちょ、女子供であんな丸腰で旅行ってもや。絶対襲われるじゃん。おい、てめえだよ、それより問題は。ありがとう、旅の方。魔物に恐れた親子を見つけ、助けると思ったが、多勢に無勢でな。騎士たる者、どんな逆境にあっても正々堂々と立ち向かう。それが騎士道精神じゃなくて騎士道に精通してるからね、なぜかシルビア。なぜその言葉を。風のささやきで聞いたことがあるだけよ。私ね、この言葉が大好きなの。いい？この言葉を忘れちゃダメよ。一度自分がやると決めたことは、どんな逆境にあっても貫き通しなさい。あ、はい。あの親子を見捨てず助けようとしたあなたは実力不足だけど、ただの臆病者ではないわ。いい騎士になれるよう頑張ってね。なんて立派な方だ。あなたは我が師である騎士のように誇り高い。その強さと生き様に心を打たれました。あなたのもとでぜひ修行させてください。旅に同行。分かったわ、騎士ちゃん。そこまで言うのについてきなさい。私のもと修行すると言われる。え、騎士の修行もさせてやんの。また増えた賑やかし。お、バトルのサポートをしてくれる仲間を入れ替えられるようになりました。キャンプで話しかけよう。へえ、増えてくな、どんどん。はいっつって、なんか神父がいまいち頼りないけど、でも神父は眠らせてくれんだよな。でもこのちょっとランスは使えて、でもちょっと待って、おかしくね、こうやって戦える仲間が増えるってことはボス戦あるでしょ。あ、そういうことか、そういうことだね。いや、どうしよう、神父のままにするか、このランスを使うか。ちょ、このランスを試してみたい。ランスを試すためにキャンプに行く。でキャンプに、これキャンプじゃないとダメっていうのがめんどくさいな。でランスに話しかけて、あれあれあれ、話しかければいいんだっけ、あれあれどうだっけ、あれ、あ、帰れる帰れる帰れる。陽気な船で出てこいチームの今のメンバーと入れ替えますか。あ、そういうことね。今このデニスが抜けちゃったんだ。このデニスは攻撃力なんか素早く上げてくれるので、でイソムモンスターを眠らせてくれるんですよね。でモレロは攻撃不動にするんだよな。ちょっと待ってよ。あ、モーレ、こいつは、いや、眠らせてくれるのはそれはそれでありがたいので、じゃモレロと、任しとけ、
変えて、はいはい、これで多分こいつが今使えなくなったっていう状態なんだね。はい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 。あ、でも守備力下げんのか。え、じゃあやっぱり不眠症いらねえや。行動不能にするわけじゃない。オッケー、これでいこう。で多分このランスがあの体を張るっつってるんで、多分ね、あのカバウ的なことで攻撃を、なんだろう、受け流して、あの全部受けてくれるんじゃないかとちょっと読んでるんですよ。どうだろう、ちょっと性能を見てみたい。ランスのどう手頃は強い、ね、あ、カバウカバウ、そうそう、これでカバってくれるから、ほらほらこうやって受けてくれるっていう、これめちゃくちゃいいな。ランスだって HP が存在するのは実質シルビアだけなので、シルビアが生き残ってればいいから、ほら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 、シルビアさんっつって、でこいつが攻撃力を上げてくれて、いいじゃん、完璧よこのメンバー。おお、シルビアがメイン攻撃で、ドテゴロは3連撃でしょ、アリスちゃんも普通に強いで、名前忘れちゃったやつが攻撃力と素早さを1段階ずつ上げ、ランスがカバウでシルビアを守る。いやもう完璧じゃん、絶対ボス戦あるじゃん。そう、なんかね、ボス戦があると思うと、あのなんか不眠症のね、あいつがなんかボスはさ、大体眠り効かないから、いやでもどうなんだろう、眠り効かないとなるとこいつの存在意義がなくなっちゃうから、眠り逆に効くのかな。眠らせれば行動不能になるから、攻撃を逆にさせられないっていうのがあるね。ここも真っ暗闇な感じ。おや、ようこそ旅の方、このご時世に砂漠を越えサマディ王国までやってくるとは大した人だ。しかし命の大事が落ちて以来、王様からむやみな外出を控えるよう命令が下り、町は人通りが減って活気を失っています。町に残った唯一の楽しみであるサーカスも今度の公演を最後に休業するそうですし、町はさらに寂しくなりそうですよって。悲しい。おい、サマディの国王さんよ、なんとかしてくれよ。助っ人にならないかすまないか、他を当たってくれよ。多分さ、こう、なんだろう、サーカスの助っ人になってくれそうな陽気なやつが多分いると思うんだよな。あれ、確かここはパフパフ小屋では。ああ、閉まっている。まあ、シルビアはね、あの、パフパフに興味ないんで。どっちかって言ったらパフパフをする方ですね。する方ってどういうこと？あ、なんか、賑やかなやついるじゃん。お、絶対こいつじゃん。キャーっつって、あのボールを使った占い、本当に当たるのよ。この店にいる占い師はすごいのよ。何にも言ってないのに、私の仕事が踊り子だって言い当てたの。いや、もう姿からして踊り子以外ないだろ。ジャグリングしてるだけに見えるけど、本当はすごい占い師なの。よく当たる占い師。へえ。ちょ。どう？私の仲間になってみない？おや、あんた人を探してるのかい？なぜ分かったのかって。何を隠そう、俺は占い師なのさ、トンタオ。この三色のために念を込めれば、玉の動きで、うせもの探しから恋愛相談まで何だって分かっちまうんだぜ。今は体重が落ちて苦しんでる人たちの悩みを解決できたらと思い、この辺りの町を訪ねて回っているんだ。この人はなかなか見込みがありそうですけど。さそう。ええ、俺のサーカスの助っ人に人を楽しませるってのは悪くはないが、あいにく俺にも占い師としての務めがある。そうだな、だったらこのためで決めよう。今から俺はこの赤青黄の玉の一つに魂を込めて強く頭に思い浮かべる。あんた俺が知るか、ズバリ当ててみろってか。見事玉の色を言い当てられたら、あんたを助ける運命だってことだ。喜んでサーカスに助っ人になってやるぜ。それでは準備はいいかい。俺の思い浮かべた魂の玉、その色をズバッと当ててみな。わー、玉よ玉よ玉さんよ、受け止め玉よこの思い、赤く燃える炎のようなこの思い、はあ、赤く燃える土まってるじゃん。赤く燃える土まってるじゃん。赤い玉、あんたの答えは本当にそれでいいんだな。大正解、あんたの勝ちだ。俺が思い浮かべたのは赤く燃える情熱。いや、お前仲間にしてほしかったんだろ、透けて見えるわ。あんたになら俺の魂も玉も預けられる。うまいことは言ってないからな、ありがとう。よし、仲間になったぜ。こいつは弾、こいつは何、戦えないのか。あ、ここにはいないんだ。サマディで仲間になるやつは戦闘要員ではないみたい。こんにちは。あの旅の占い師がいてくれたおかげで、ま、店に活気を持って助けられたんだ。いなくなら寂しいけどしょうがない。恩返しとしてはなんだけど、彼が施設最高、それを見に行きたいなと。あら、みんななんかちょっとテンション下がっちゃって。他にはなんか陽気なやつはいないかな。ん、教会の前で太鼓の練習をしている兵士さんは町一番の太鼓の名手。様子が変。
朝から晩まで練習している、一心不乱。いやもうそいつじゃん、そいつ以外ないじゃん。決まってるのかなこれ人って。お、パニーちゃん、買い物しようと思って久々に家の外に出たのにやってる店が少ないのよね。体重が落ちてからどの店もこの調子で間違ってつまらなくなって、ああなんか楽しいことないかしらって、今から素晴らしいショーやってやるぜ。お、あ、シルビアの馬、こんなところに預けたの。ヒヒン、シルビアの相棒マーガレット。マーガレットっていうの、今にも泣き出しそうなほど瞳の色が悲しい色に沈んでいる。マーガレットちゃん、あなたもこの世界の異変を悲しんでるの。相変わらず優しい子ね。あ、これあれじゃん、モグパックンじゃね、この立派な馬。へえ。あら、こん中も多分入れない感じだね。今は開催していません。あ、で、こいつが一心不乱に太鼓を叩き続ける。君の笑顔が見たい。うわ、めっちゃ悲しい顔で太鼓叩いてる。そんな顔で叩ける。あ、愛しい君を笑わせるには一体どうすればいいんだろう。どうか僕の太鼓で笑顔を見せておくれ。この人の太鼓はなかなかの上だよ。誘ってみよう。お前どうしてそんな、え、僕をサーカスの助っ人に。僕はもともとシルビアさんの大ファンだから嬉しいけど今はちょっと無理なんだ。胎児が落ちたあの日から笑顔を失った愛しいあの子を回らせるため、僕は太鼓の練習を続けなきゃダメなんだ。まあ誰かの笑顔のため頑張るなんてとっても素敵だわね。え、私にあなたもお手伝いをさせて、そしてその子を笑顔にできたらサーカスの声に参加してくれないかしら。お、人助けをして仲間にする感じ。よか、愛しいあの子は肌が白くて通った鼻筋にしなやかな脚線美、それに羽の衣装が最高に似合っているんだ。今頃あの子は町の北西で休んでいるはず。話を聞いてくれってこと。そんなの自分でやれよ。町の北西っつったらこの、あ、羽、え、北西っつったらこの辺だよね。あ、こいつか。え、こんなボインちゃんが好き。え、私のことを好きな人がいる、あの太鼓を叩いてる兵士さんが。うん、だいぶ勘違いじゃないかしら。あつ、あの人と話したこともあるけど、ちっともそんな感じしなかったわ。色白で鼻筋が通っていて客船美な子か。まるで町の北西にいるマーガレットみたい。でも感じは馬だし、まさか。え、あ、確かになんか羽いっぱいついてるけど、マーガレットのことが好き。心なしか白い毛並みも曇ってって、この白い肌つなったんですか。客船美、羽の衣装が似合う、まさか兵士が愛するあの子ってシルビアさん。いてもたってもいられなくて、愛しいあの子マーガレットの様子を僕を見に来た。馬が好きでいらっしゃる。驚いた、あなたの笑顔にしたい子ってマーガレットちゃんだったの。この子は私の相棒、大切な仲間よ。仲間ね。なんか書き方やだな。シルビアさんの相棒、なるほど、マーガレットの優雅さはシルビアさんゆるぜだったのか。この子はね、音楽やダンスは大好きなの。軽快なリズムで気分を盛り上げてあげればきっと笑顔を取り戻すはずよ。なるほど。でも僕の太鼓だけじゃ彼女の心には全然響かないんだ。一体どうしたら。のんのんのん、あなたの太鼓はとっても素敵。それでも足りないならこの旅芸人シルビアにお任せある。コラボるのか。おお、ええ、人が増えすぎ。さあみんな、マーガレットちゃんに最高のセッションを聞かせてあげましょう。でも BGM がちょっと暗いから、もうここの部分だけでも BGM を良くしてくれよ。シルビアとバッチのセッションがかつてないグルーヴを生んだ。お前らの踊りをヒヒ。シルビアの愛はマーガレットはとても嬉しそうに笑っているということで、笑ったらとても愛しのマルチを、笑ってありがとうございました。いやいや、みんなの力があったからこそよね。サーカスの舞台に一緒に立ってみない？もっと多くの人を笑顔にしてみない？僕の太鼓が力になるなら、お約束通り喜んで。おー、サマディ兵士が助っ人に。ありがとうございます。かぐわしい香り、馬の糞いらないわ。さてと、助っ人を二人集めたでいかすね。サーカスの入り口にいる新米大さんに報告しに行きましょうということで、いよいよこれで、サーカスイベントか。大丈夫か、なんかボス戦とかにならない？ちょっとちなみにお城には入れないのか。入れないか、多分そういうな、強制的に入れない感じになっていそうな気はしてるんですよね。あー、やっぱり入れない感じかな。あー、入れないか。王子の恩人よぞ。シルビアなんてね、本当に恩人ですよ。こいつがいなかったらサマディの王子は今もヘッポコだよ。いや、いてもヘッポコか。よし、残る2人も加え盤石の体制。あ、パニちゃん、
すごい神だな、いつ見ても。え、あなたシルビーでしょ？新名がずれてきた助っ人ってあなたのことだったのね。あなたがいれば100人生きてはこれから最後の声も成功する気がしちゃって、ってことで連れてきたいよ。どうも。パンチョ。シルビアさん、お疲れ様です。あなたのおかげで助っ人になってくれる人が無事2人来てくれたっすよ。公演の準備は大体終わったし、これいつでも最後の公演を開けるっす。あとはシルビアさんのお任せします。最後に出る準備が通ったら団長に声をかけてくださいね。ってことは、これでここに入れる感じかしら。あ、ダメ。あ、もう正面から、正面突破で、あ、こっから入るの初めてじゃね。今まで入れなかった。うおー、嬉しい。嬉しい。めっちゃ嬉しいんですけど。入れた。前はね、ここ入れなかったっすよ。常になんか入り口が塞がっていて。歩けるし。え、超嬉しい。うん、つって。そうそう、この辺でね、みんなで座って、そうそうそう、サマディの王子にさ、僕の影武者になってくれ、つって、喋ったんですよね。団長、お久しぶりです。お久しぶりね、団長。シルビアさん、あなたがどうしてここに。こんなご時世でもみんなの笑顔のためにサーカスを開こうとする素敵なおバカさんの力になるためよ、おバカさん。それじゃあ先ほど来てくださった助っ人は、あなたが、ああ、なんとお礼を言ったらいいか。お礼なんていいのよ。それより団長、準備はいいかしら。さあ、みんながショーの開演を待ってるわ。はい、準備はできてます。それじゃあ、消えられていくわよ。サマディのサーカスが暗い世界に送る最初で最後のスーパーステージ。さあ、幕を上げましょう。ちょっと楽しみだな。俺のアフレコも結構上手。レディース&ジェントルメン。ジェントルメン。本日はご来場いただき、誠にありがとうございます。ありがとうございます。お、わーおー。光が。あら、客少ないし、しょんぼり。せっかくサーカス見に来てるのに、そんなテンション感で見れる。前を向いて、気分が落ち込んでいるからって、下ばかり見ていてはもったいない。そうそう、今日は誰が来てると思ってんだ。サーカスの終幕を飾るにふさわしい、サマディ王国のスーパースター。帰ってきたあの人の神業を見逃しますよ。サマディ王国のスーパースターって勝手にジブラのものにすんの。世界のシルビアだぞ。ヘイ、来た。お、太鼓上手の。ジャグリング上手の。おお、お前そんなことできんの？新米。すごい腕力だな。おお、やりよる。はい。登場していただきましょう。暗い世界に笑顔を届ける。このジャグリングと対抗必要？希望の神芸人シルビア。来た。摩訶不思議なショー。摩訶不思議。ご覧あれい。あれい。お、ドロロロロロロ。お、おかい。お前そんなことができんの？お、なにこれ。バラがファイヤー。すげえ。お前戦闘中でもそれぐらいすごいことしてくれ。はいじゃねえ。で、その後、さあ皆様、今宵は最高のショー、お楽しみください。めちゃくちゃかっこいいじゃん、シルビア。盛り上がってるね。こうしてサーカスのラストショーは幕を開け、一夜限りのシルビアのスーパーステージは人々のひとときに安らぎを与えた。やった、見させてくれよ。そして幕を閉じてしまう。ムービー用意してくれ、机に。最高。ああ、盛り上がった。最高だったらしい。おお、団長、シルビアさんのおかげで私のサーカス人生で最高のショーができました。本当にありがとうございました。お前も男気あふれる男だよ。ああ、素晴らしい。こんな時にね、サーカスをしようなんて。いいね。今日の舞台の成功はこれまでサーカスを守り続けてきた団長、あなたの努力の賜物よ。シルビアって本当すげえな。その言葉なかなか言えねえぜ。だからこそ人々に笑顔を届けるサーカスや芸人が必要なんだと、その思いで私は今日までサーカスを続けてきました。でももう閉じちゃうんだね。それを教えてくれたのは、子供の頃に見た魔物に襲われ傷ついた人々を救っては彼らを引き連れ旅をする女旅芸人でした。誰それ、初耳よぞ。傷ついた人を引きつけて旅をする旅芸人のところもシルビアと一緒じゃん。辛い旅だろうに、
彼女らは笑顔を絶やさず、沿道で見送る私たちに勇気をくれたものです。伝説の旅芸人みたいな人がいるんだね。そして人々を率いた女旅芸人は役目を終えた後姿を消しました。フラグ立てるな。その女旅芸人ともあるのか。若い命を散らしたとも、とある町の名門騎士と恋に落ち幸せに暮らしたとも言われています。それもしかしてシルビアのお母さん亡くなっちゃったんですよね。実はシルビアはその DNA を見事に引き継いでみたいな感じ。そんな胸熱展開。私はあなたにあの日の女旅芸人の面影を見ました。人々を引き連れ笑顔を広げるその姿。やべ、鳥肌やばいんですけど。いや、ちょっといいストーリー用意してくれんな。サーカスを休業するのはやめます。おマジ。町の人たちが心から笑える日まで私も諦めずに頑張りますよ。おお、頑張ってくれ。それがいいと思う。そっか、さあ私たちも団長に負けないように人助けの旅頑張りましょう。 お母さんも見ててくれるぜきっと。 あのシルビアさん。おパンチョ、どうした新米団員。オイラたちシルビアさんの元で修行して一人前の芸人になりたいんです。もっとサーカスを盛り上げるためにも。いや、ジャグリングと太鼓だけじゃ。気持ちはとっても嬉しいけど。そうだそうだ、サーカスのことだってあるし。こいつらは連れてっちゃダメでしょ。どうかしら。どうかしらってお前連れてっきまんべんじゃん、シルビア。それ言われたらシルビアの頼みだよ。それ断らないだろ。いいだろう。いい。思う存分修行してきなさい。私はいつまでも待っているからね。団長も懐が深いね。腹も出てるし。シルビアさん。了解了解。頼みます。任せろ任せろ。一流の旅芸人にして戻ってきてる。あ。シルビア流の修行は厳しいわよ。わあ。ビッシバッシ鍛えてあげるから覚悟なさいね。シルビア、優しさと厳しさを持ち合わせてるからシルビア。ありがとうございます。テンション上がってんじゃねえよ。うわ、また増えた。マジ？お、まだ続く。どんどん続けていくな。お、大所帯、大所帯。オッケーオッケー。あー、そっか。でもシルビアのお母さんは昔旅芸人でジエゴと結婚して、その DNA がこのシルビアに、騎士道精神と旅芸人のその精神がシルビアに受け継がれてるってことですね。その程度のゲージやお前。人は楽しませられんぞ、そのステップでよ。お姉ちゃんもほら元気出て酒場に寄ってってつってキャピカキャピカして心なしかね、シルビアのこのショーを終えたこのサマディちょっと活気づいてきたんじゃない。うん、サーカスはあんたのおかげで体重が落ちてから忘れていた楽しい気持ちってのを思い出したよ。辛いことばかりに動くだけど、これから気分が落ち込んだ時にはサーカスを見て元気をもらうことにする。なるほどね。これでまた再び外へ。シルビアの目的はね、旅をしてみんなを笑顔にすることだから、でさらに奥に住んでホムラの方に行けばいいのかな。